芝明。柴将は、三国時代の義の親王、小国、政治家、進むの部帝柴園の父、新代に、文帝の仕と大祖の病後を追造された。柴井の次男として生まれる。母は、長春香。慶初二年、二百三十八年に、新城郎校に封じられる。生死五年、二百四十四年、早々による、食官攻撃。 強勢の役に従軍。戦果は上がらず、撤退を進言した。生死年（二百四十九年に、父の芝居、兄の芝士と共に、クーデター、高平漁の変を起こし、自身は兵を率いて、西の宮と英英安主宮を守備、政敵の曹操一派を失脚させた。当初は、この計画を知らず、その前夜に初めて兄から伝えられたという。これらにより曹操らは、 一族皆殺しの刑に処された。証元二年、二百五十五年、十春で、九県と文勤の反乱が起こる。ば氏が十万の軍勢を率いて討伐する間、中両軍の官職を兼ねて、と落葉を守った。乱の鎮圧後、兄が男子を儲けないまま亡くなったため、家督を継承した。大将軍、六将所持になり、翌証元三年。 二百五十六年には高都高、大都督になる。関路二年、二百五十七年、樹春で諸葛丹の反乱が起こった。皇帝総暴と皇太后を奉じて統制し、二十六万の大軍を指揮した。翌関路三年、二百五十八年、樹春は陥落し、反乱を打ちした。同年に、小国、新興、旧鈴を貸しするという御事のりを受けるが、 辞退した。官路5年260年皇帝総防が、しわしだとのために挙兵した。総防がわずかな手勢を率いて、宮中を出たことを知ると、森軍のカミツに進軍を阻止するよう命じた。宮殿の南門付近で戦いが起こり、総防はカミツル下の生成に刺殺された。この事件の後、挙兵をあらかじめ知りながら中心しなかった少々の王行を処刑し、 また、皇帝を侵略した聖聖は、一族皆殺しに処したが、聖聖に指示を与えた、上鶴は腹心であったために罰しなかった。新たな皇帝には、総官、元三角が即位した。慶元四年、263年、職官討伐の軍を起こす。東文草、昇海、諸葛糸口に三方面から職を攻めさせ、間もなく、滅ぼした、職官の滅亡。 その間に、再び小国、信仰、旧鈴を貸しする御事のりを受け、また帝朝に辞退したが、朝廷内の強い要請もあり、六度目にして、ようやく直命に従った。この時、四空の帝中らが放釈を進める勧進文を提出したが、創行は原石によるものであった。翌慶元五年、二百六十四年に、新王の釈意を授かる。広二年。 二百六十五年、中部のために五十四歳で聖居。文王と送りなされた。兄柴氏の養子になっていた三男の柴優に親王を譲ろうとしたが、周囲の反対もあり、長男の柴縁が後を継ぐことになる。墓所である高志姫捧げの場所は死書に記載がなく、長年不明であったが、一百八十二年に、河南松園志氏の鎮東三男徳に両母が、 発見された中国文物地図集家南文札に記載あり。兄と共に数多くの陰謀清掃を主導し、義を散脱する足場を固めたことから陰謀家として非難されることが多い。また、柴明の側も批判に敏感に反応し、創始による反撃を警戒していた。竹林の七県の一人である傾向が殺害されたのも彼の夫人が 武帝曹操の彦に当たっていたことを警戒してのこととされる。さらに、皇帝曹某の殺害にも実質的に関わった。施設信号によると、当身の明帝が王道から散脱の経緯を知り、顔を覆って、もし公の言った通りなら、どうして進むの構想を長く保つことができようかと言ったという。また関音は、歓挙している時己の生活を帰り見て、 わしは法名を残すこともできず、かといって、ケ文、ブン、しばしと、柴明の匂いも残せんのか、と探索したという逸話が残る。その一方で、三脱を成功させた理由についても分析されている。諸葛丹らの反乱を鎮圧した、事後処理で、首謀者を処刑しただけで他はすべて謝面した。また、クレより派遣された、諸葛丹の援軍で捕虜となった者も皆謝面した。 周の三馬は、これ以降、天下の人は、柴明の部位を恐れると同時に特技をしたことになったと評価している。また、聖子の中、常用記、これも、周の三馬の著によると、慶元四年、二百六十三年の食官攻撃について、呉の朝廷では、中原の人々はまだ、柴明に振幅していないのに、柴明が遠くに出兵したことに関して、 必ず失敗するだろうとの意見が多かった。しかし、長安氏は、曹操の功績は確かに大地を震わせたが、民はその威勢を恐れても、侵入したわけではなかった。曹比、曹英もそのやり方を引き継いだ。彼らが民心を失ったことは久ししからず。しかし、芝居夫氏は政権を掌握すると、しばしば功を立て、政治の煩雑さと過酷さを除いているので、民が、 しばしに心を寄せるのだ。歪難、受春で三度、王、旧県と文金諸葛丹反乱が起きた上、総方の死でも司法は動揺しなかった。敵は容赦なく排除し、賢者を取り立てて、本領を発揮させ、自由を剣備していなければ、このようなことはできない。その意部は広がり、人々の気持ちもなびくため、三脱という関係も生産が立つのだ。 その芝氏が民衆の疲弊している職官に攻め込むのだから、勝利は確実であって、たとえ負けても致命傷にはならないであろうと主張した。暮れの人々は、長安氏を笑ったが、結局その通りになったという。関路五年、二百六十年、芝明打等の兵を挙げようとした僧帽は勇める、王京らに憤慨して、芝明の心は、路傍の人も、皆知っている、芝明行進。 道人皆どもや、我は座して、敗位の恥かしめを受けることはできないといった、衆の見場、関心春秋。この言葉は、現在の中国では、権力を狙う野心家の陰謀は誰でも知っている、中日時点小学館などの意味で、日常的に使用される。近年では、2008年3月30日に、チベット騒動について、中国の恩家宝首相が、 この表現を使った。ダライ・ラマ十四世を、柴アキラになずらえて案に非難したものと言われている。2016年には、大木外相が、アメリカ合衆国の韓国における、t h a d 備を、抗争前兼、以在廃校、抗争が、県の前を演じたの真意は、廃校流法の暗殺であるであり、朝鮮半島の安定という名目を掲げているが、目的は別にある。 それは中国への監視であり、柴は清気心、道瞳などもやだと批判した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。